ても上手ですね。ではお姉さんの夢、リリカ7歳ですので7本目です。次はゾウさんが帽子をかぶせてくれます。ゾウさんに帽子をかぶせてもらいたい。数字、ローマ字なども書けます。どうしてお絵描きや文字が書けるのかなと不思議だと思います。基本的には隣にいる象使いのお兄さんの亡霊を引き寄せて描いているんですが、象さん自体も絵の構図や文字の形、書く順番に。さあできました。3姉妹のカーネーションです。するのはももかです。